激辛ジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、というわけで今回ですね、大阪にありますサボテン食堂さんに来ております。こちらですね、まあオーガニックカレーといってですね、カレー屋さんなんですけれども、今回ですね、ここの、激辛メニュー激辛火山カレーに挑戦していきたいと思います。ちょっと事前にね、お電話で、確認させていただいたんですけれども、まあそこまで激辛とは言いつつも、あの本当にね、あのめちゃくちゃ辛いよっていうわけではないですね。まあ事前に今日はね、多分旨辛程度の辛さかなと思います。いつも通りですね、行った人の感想を見ていきましょう。欧風カレー屋さんサボテン食堂の激辛火山キーマ、かっこカイエンペッパーをまぶした玉ねぎ、辛くて店員さんも食べれないそうです。久しぶりに欧風カレーは、超甘く感じ、カイエンペッパー玉ねぎは口元、口の中に残る辛さでした。次の機会はベーシックなカレーを頼んでみたいということでね、どうやらね、辛さの源はあのなんかカイエンペッパーらしいです。まあハバネロとかそういったヤバい唐辛子は使ってないそうなんでね、まあちょっとこれ食べてみないと、その辛さはわからないということで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。早速中入ってきたんですけども、これメニュー表を見ますとですね、いろいろこう部門が分かれているそうですね。これ炙りチーズカレーとかプレーンカレーライス部門とかいろいろあるんですけれども、一応ですね、なんかこうこのお店の一番人気がこのキーマカレー、炙りチーズキーマといってね、まあ、キーマカレーが一番人気らしいんですけれども、今回ね、ここの激辛火山キーマに挑戦していきたいと思います。一応ね、説明書きが書いてありますけれども、当食堂の最も辛い激辛メニュー、普通のキーマカレーでは物足りないお客様におすすめする、当店の最も辛いメニューと書いてありますけれども、どうやらね、この、ま、上に乗ってるなんか赤い玉ねぎが結構辛いということなんでね、もうちょっと楽しみですね。わー、こちらだ。うわー、激辛火山キーマ。はい。いただきます。サボテン食堂さんの激辛火山キーマ、お手並み拝見です。こんにちは。よし、さあ、どれほどの辛さかお楽しみです。あー、おいしいな、このひき肉が。結構普通のキーマにしたらちょっとひき肉のあれが分厚いような感じ、肉肉しい感じで、あ、これはうまいな。おいしいですね。なんかこだわりみたいなのあるんですか、やっぱ。まず肉が。そうですよね。はい。ごくごくのもう粗挽きに。ああ、粗挽き屋さんに。これを特別に。確かに。普通のキーマと違って、肉肉しい感じがしいですね。キーマカレー大好きです。確かに。これは食べ応えありますね。そして、じゃあ、こちらの問題の。玉ねぎ。辛い玉ねぎらしいんですか。じゃあいただきます。じゃあちょっとこれのみで。ああ、確かにこれ辛いわ。あの唐辛子の辛みっていうよりあれですね、この玉ねぎの辛みがすごい。ああ、辛みのある玉ねぎとこのカレールーが足して2で言われたらちょうどいい感じですね。玉ねぎが辛い。たまりませんな。これが辛い。
りは辛い。玉ねぎの辛みが辛い。あれですね、辛みにもいろいろな種類がありますが、食べた瞬間にね、この玉ねぎの辛みがぶわーっとこう上に引いて、鼻からツーンツーンツーンって突き抜ける。あー、これが海塩ペッパーの辛みより玉ねぎの辛みの方がすごい強烈。よく玉ねぎ切るとこう目に染みて目から涙出るって言いますけど、これそれをこう口バージョンにしたバージョンですね。結構普通盛りでもボリュームがありますね。これは食べ応えあります。辛すぎておでこから汗が書いてなかった。あ、いや、すごいね、この玉ねぎの辛みはお水を飲んでもこう口の中にこう、なんですか、残ります。唐辛子のスパイスとかね、まあ わさびとか辛子の辛さとかこういろいろありますけれども、まさかこの玉ねぎってこんな辛みが出るとは思わなかったですけど、これすごいある意味発見ですね。結構想像以上に辛かったです。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう、サボテン食堂さんの激辛火山キーマ辛さレベルじゃん、違う、辛さレベル6です。はい、6です。玉ねぎの辛みがバーッとちょっと経験したことない辛みだったので、舌がびっくりして、ヒリヒリしております。はい、ただね、この激辛を置いといてね、このキーマカレー、非常にね、やっぱ特徴としてはね、大ぶりなお肉、このハンバーグ食べてるかのようなね、肉の厚みがあってね、非常に食べ応えのある一品でした。肉々しく肉汁たっぷりのーキーマカレーですね。これおすすめですね。一番人気はそのキーマカレーと炙りチーズキーマカレーなんでね、まあ、辛いの苦手な方だったらね、こういうの頼んでみてもいいかもしれないですね。はい、あと引く辛さですね、これ。こんなね、時期だからこそ激辛キーマカレーを食べて、元気はつらつという感じでしょうか。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、あと激辛ブログも更新してますんで、ぜひチェックの方のよろしくお願いします。まあ激辛ブログの方ではちょっとね、裏話的な感じで、配信してますんで、ぜひね、楽しみに、ちょっとマニアックな、ね、感じの記事とか上げてますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。